はいどうも、今日はですね久々に選手が登場です、毎月勝手に MVP を選んでその人が食べたいご飯を食べに行くっていう企画をやろうかなと思っていまして、その1本目、まあグルージャファンサポーターの方はもうおなじみのあの方ですね、お呼びします。宮市剛選手です。こんにちは。超プライベート感が出ております。よろしくお願いします。お願いします。やっぱり小顔だからさ、俺より前に来てもらわないとダメ。そう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 。あ、本当ですか。こんな感じでいい。あ、いいですね。あ、いいじゃない、いいじゃない。お願いします、はい、さあ、ということでここどこかというとですね、大通りの裏の方にあるんですが、こちら車輪さんというですね焼肉屋さん。美味しそうです。肉希望と聞いたので、はい、何食いたいか聞いてくれって言ったら肉ってきたから、じゃあ肉行こうということで、僕がねあのよく来る大先輩がやってる店なんで、じゃあ食べましょう。ありがとうございます。店内に入ってまいりまして、はい、まず乾杯だ。ありがとうございます。3月下和チャンネルが選ぶ月間 MVP おめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。3ゴールだからね。すいません。ああ、いいですね。いいね、はい、どうですか焼肉屋さん。もうなんか美味しそうな匂いがプンプンしてます。藤木さん、じゃあお任せで。はい。ここはもう一応ね、メニューもね、はい、あるんです。そうなんですか。メニューもね、失礼しますこんな感じで、レッテレーと、どうしても食わせたいのは牛タン、はい、マジやばいからここの牛タン、はい、あとはあれ牛タンハンバーグある。あ、大丈夫。大丈夫。あ、もう牛タン、ほらすごいすごいでしょ。この厚み伝わるかな、この厚み。めちゃくちゃ好きですか。それありがとうございます。何だろう、1分に2枚行こう。何の取材かよく分かってない。下山さんと取材って何年って思った。何だろうと思って。まあね、もうね 6年目。6年目です。ウルジャ6年目、ね、最も在籍が長いわけで、気づいたらね一番長いです。長いよね。剛今いくつなの。今年28の代です。ああ、ないな。え、じゃあ何22とかで22、3で来てましたね。はい、いや、どう、え、どこだっけ出身。僕、愛知です。愛知、はい、寒さ、慣れた。寒さ、いや、慣れないですね。毎年寒いです。毎年寒いです、はい、確かにね、俺も30数年住んでるけど毎年寒いもん。そうっすよね、うん、そして夏は毎年暑い。確かに、うん、ね、でも暑いですよね、なんか。そう、盆地だからね、はい、あの夏暑くて冬寒いっていう。本当になんか周りの人に、寒いから夏も過ごしやすいでしょって言うんですよ。いやいやいや、もう来てみろって、来てみろって思うよ、はい、ま、ごめん、まだだったまだ早かったごめん、なかったことでしょどうですか、今年。いやもう雰囲気いいよね。雰囲気めちゃめちゃいいっすよ、本当に。ベテランの丹野さんとか、うん、マサ君、うん、ホーキさんとか、あのすごいモチベーション高くやってくれるの。うん、はい、辛み、ね、もう話してる場合じゃないっていう感じだ。焼けました。じゃあ、ね、いいですか。いいですか。牛タン超熱いじゃんね。あ、そう、どうぞ。これそのまま食べてもいい。これつけるやつですか。レモン、レモンですか。レモン、すいません。いただきます。めちゃくちゃうまいもうそれを言わすがために連れてきたようなもんだからね。いや、おじさんはね、嬉しいよ喜んでいただいて。めちゃくちゃうまいです、これ。これね、それがずっと続くからね。なので楽しいね、焼肉。めちゃくちゃ楽しいです。
ね、肉厚すごいっす。下数チャンネル最高でしょ。最高っす。もう物で釣るやつ。4月も頑張ります。ああそうだよ、はい、そうだよ。ね、12回劇12回までもない。いやけど12月まで試合あるよね。ありますね。まあ週目ぐらいですけど。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10人、はい、10人食べたいものを食べれるっていう、ね、一回でもいいか。あれ趣味は趣味なんかさサッカーの話って、はい、多分ほらなんか取材を受けて喋るとかってよくあるから、はいね、サポーターとかファンの人たちもまあまあ目にすることもあると思うけど、はい、サッカー関係ないところの趣味っすか、うん、宮市剛。趣味はないんですけど。ないっていうならワンピースをすごい好きで。ワンピース、アニメとか漫画の、うん、結構見ますね。あ、アニメで見る。アニメも見るし、漫画も見るし。俺はね、あの今ワンピースって何十巻すごいあるよね。めっちゃあります。5、60あるの。もっとあります。もっとあるの、はい、多分。俺多分ね、みんなに言うとね、そんなとこで終わったのって言われるんだけど、あの、あ、そうなんですか。雲の上に行ったでしょ。そこで終わってんのよ。めちゃくちゃ昔じゃないですか。うん、雲の上に行ったあたりからもうね、雲の上に行っちゃったって思って。ねえねえ、どうですね。うん、もう見なくていいです。今めちゃくちゃ面白いですから。マジで。はい、はい、どうぞ。すいません。いただきます。そうなの。いや、いいね。いいじゃん。男子会、男子会だから。前沢牛のみすじちゃんが来ました。いや、なんか、頑張ってた。あ、これ、ハラミ、みすじ、どっちから行くかね。一番目です。ハラミ、ハラミちょっとやっていきます。5000終わって、3勝1敗1分けか。そうです。で、やっぱり今までのシーズンでちょっとなんだろう、味わったことのない得失点差のプラス側、はい、今までって結構あそこがマイナスになって終わってた、はい、今まだ5試合ですけど、うん、平均で 2.5 点ぐらい入ってるんで、うん、それって多分結構すごいよね。すごいペースだし、ブルージャーではなかなかなかった、ね。で今日ね、今週末がホーム2戦目なので、はい、今撮ってて、ちゃんとその前にこれアップするから、あ、ちゃんと、うん、なんなら明日ぐらいにアップするかもしれない。この肉食べて、肉食ってね、しっかりと相模原戦も。そうだよ、これ、あれ、もう何枚食った？何枚？1枚1点ぐらいな。だいぶ入れなきゃないな。だいぶ入れないといけないですよ。うん、今期から私、こう喋って、はい、あのスタジアム選手紹介とか、はい、あとゴールのコール、ちょっとこの前ゴールのコール長すぎて、ロングトーンすぎて、あの息がギリギリだったんだけど、じゃあ、いっぱい言わせるようにしまいますね。うん、ね、はい、ね、言ってもらえるように。ゴール強しって言いたいから、はい、強しって、あの、明らかに、その人が入れたって分かるときは選手名も言っちゃおうかなと思って。あんまりないけどね。言っちゃダメなのかな、あれ。この前ついつい PK だからいいかなと思ってクリスティアーノって言っちゃったけど、言ってるとこある。湘南とか言ってたするんですけど、あ、そう、はい、じゃあもう明らかなときは言っていいね。ハラミ、そうです、ハラミのね、ハラミ言ってしまって、ハラミちゃん、ハラミ言ってるね。いいですか。どうぞどうぞ。うわ、どう？めちゃくちゃうまいっす。あ、めちゃくちゃうまいしか言えないですけど。そうね、食レポはあんまり得意じゃないの。得意じゃないっすね。うまっ。めっちゃうまい。食べてほしい、ほんと皆さんに。国尾のホルモン食わせたい。あ、国尾さんっていう。あ、そうなんですか。めちゃくちゃうまいっす。多分ね、こう見てる、はい、まあ、女性のファンの方たちは、はい、あれ、宮市剛はどんなタイプの女子がお好みですかっていうのとかを知りたい。俺が知りたい。俺かよな。なんか一緒にいて楽しい人がいいっす。ああ、笑顔が素敵な人。ああ、いや、
結構シャイなんで、あ、うん、大体伝わってる。伝わってます。なんでなんか向こうからなんかちゃんとこう積極的に話しかけてくれる。話しかけてくれる方が。なるほどね。だって自分も出せます。ああ、そうなの、そうなの。女子じゃないけど俺結構積極的に。いやもう嬉しいです。嬉しいです。ですって皆さん。積極的に親戚のおじさんがもうクエクエってこう連れてきてるみたいでしょ。いただきます。あれ米食う？そういえば食います。米いる？米ってあります？ある米ですか？大盛り一つ。めちゃくちゃ柔らかいんですけど。マジで、はい、ちょっと今ね、国を焼いてたから、国を焼いてたから、めっすぐ食べました。大先輩のお名前です。国を残るもの。いや、けど、おお、来た来た。わんぱくだな、わんぱく。白米大好きなんで。あ、いい。アスリート食った方がいいよ。いただきます。これが国をのホルモン。国をのホルモン。トントン派でしょ、トントン派、はい、うまっ、うまいよ、本当に美味しいです。うん、任せた、美味しいをいただいております。本当にぜひ皆さん食べに。これね、はい、牛タンのハンバーグで、はい、牛タン以外何も入れてないね。つなぎなし。なあれ国尾さんつなぎなしだもんね。牛タンオンリーだもんね。あとはまあ香辛料とか。あれさ、すごいっすね。これやばいよね。これやばいっすね。うん、このハンバーグマジやばいよね。はい、びっくりしちゃってます。しかもちゃんと肉感あるんだけど、はい、けど牛タン感もあるんだよね。そうっすね、初めてですね。うん、このいただきます。うん、ジューシー。ジューシーだよね。最高っすね。はい、大した詳細になってないけどね。見てる人面白いのか。いや、いいですか、うん、大丈夫ですか。全然いいですか。こうな、やっぱり真剣な顔してピッチ上で頑張ってる姿とか、そう、感動とか興奮をくれるわけじゃん。でその人ってどういう人なんだろうとか、例えば剛がシャイだとか、で試合見てればシャイもクソもないじゃん。そうですね、ガツガツいくわけ。そうですね、そんな人がシャイなのってちょっといいじゃん。そういうなんか 人となりに触れるとやっぱりもっともっと好きになるし、もっともっと応援したくなる。このチャンネルはね、そういう役割だと思っているので、せっかくね、すごいと思います。いろんな選手を知ってもらって、うん、どうしても報道、ニュース番組とか、あと情報番組とかで、まあ、選手出るけど、はい、やっぱり選手としてその試合の PR だったりとか、そうですね、そういうのが多いから、はい、どうしてもそれ以上の話にならないもんね。なんないですね。だからバラエティ部門として、はい、ぜひ、うん、たまたまほら、ね、近い関係にあるので、はい、やろうかなって急にやり始めたからね。 YouTube やるわって年からすか。うん、でもスタジアムで喋ることになって、はいはいはい、あ、だったらちょっと自分も打っとこうかなって。な、知ってもらった方が、はいはいはい、あの来た人とコミュニケーション取りやすいかな、はいはいはい、じゃないとパッと見でさ誰も話しかけてこないわけよ。
まあ、そうですね。シャイじゃねえじゃん。そうですね。ぱっと見は。そうなのよ。はい、けど俺、もうあの、なんだっけ、DJ 就任の時のコメントにも書いたけど、岩手で5本の指に入る優しい男だから。いいと思います。あのね、ギャップを楽しんでもらえれば、はい、それでいいかな。もっと面白いやついますから、選手もね、はい、けど、面白いだけで来るやつじゃないから活躍しないと。そうっすね、はい、今んとこ4月の候補は何人かいるけど、はい、そこに剛がまた割って入れるかどうかは、まあ、けど点を入れたからどうこうじゃないからさ。そうっすね。剛の場合はやっぱり最初の怒涛のあのゴールラッシュで、やっぱりチームに勢いをつけたっていう、そこがやっぱりあの MVP に値するかなと。ありがとうございます。さあ、というわけで、ありがとうございました。焼肉ご堪能いただきました。いや、もうすっごい美味しかったです。うん、ありがとうございます。ただね、やっぱりおもてなしの国岩手ということで、はい、まだ返さねえぞと、はい、もう一軒行くから焼肉屋。一軒焼肉屋すか。焼肉屋行くから。マジですか。なんでかっていうと、やっぱり冷麺で締めたい、はい、なのでちょっと俺の好きな冷麺を出す店、本当ですか、にお連れしますから。わかりました。行きましょう。ありがとうございます。二軍にやってまいりました。で、二軍屋さんですか。まあ、ここも焼肉もちろん美味しいんですが、はい、特筆すべきはかけ冷麺。店長。はい。店長、ほら、店長。店長、よろしくお願いします。美味しいの作ってましょう。いい子なんだ。ありがとうございます。店長さ、はい、かけ冷麺を3つ。かけ冷麺3つ、ね。3つと、はい、あと何、まだ食えるような肉。食べます。何がいいかな。タンはさっき食った。牛タンおすすめですね。けどさっき食っちゃったもんな。けど食おうか。もう一回食うか。タン。いいっすか。じゃあタン。タン。と、食ってない。ミノ。ミノ。味付けがタレ、味噌、塩から選べますが、どうしますか。店長的にはおすすめ、味噌がおすすめです。はい、じゃあミノ味噌で。ミノ味噌で。で、あとドーナツ。ドーナツ。こちらもおすすめで大丈夫ですか。うん、いいよ。はい。あと、ラム。ラム。かな。米、まだ食う？米、もういい。いや、もらっていいですか。うん。お米。はい。すごいな。普通盛りでいいですか。あ、大盛りください。大盛りで。はい。もうすごい。はい、じゃあ、乾杯。ありがとうございます。ぎこちないな。あれ、将来は子供は欲しい派。欲しい派っすね。何人行こう。いや、まあ2人でいいっすか、ね。ああ、まあまあまあ、2人、うん、2人ぐらいで。2人ぐらい、僕2人兄弟だったんで。あ、そうか、兄貴と何歳違うの。3つです。なるほど、はい、じゃあ結構いろんな影響は受けてるんですね。そもそもサッカーは、うん、影響を受けてやりましたね。兄貴今どこだっけ。兄貴は今マリノスっていう横浜のチームです。知ってます。それぐらいわかるだろ。F マリノスにいます。 F、はい、F にいます。 F にいる、はい、連絡取り合ってる。結構取りますね。おお。あ、じゃあもうちっちゃい頃から仲はいいわけ。仲はいいっすね。で、甥っ子と姪っ子いるんで、うん、あんで遊んであげて。そうっすね。身内にはシャイじゃないんでしょ。全然シャイじゃない。見てみてえな。どんな感じ。兄弟型なんですよ。うんうんうん、まあ、結構いろんな性格持つじゃないですか、うん、そういう、まあ、慣れた人と慣れない人っていうちょっとありますね。でも今日でだいぶ慣れたでしょ。だいぶ慣れました。だいぶ慣れたでしょ、はい、あ、いかつい人じゃねえんだっていうところに気づいてもらえればいい。そうっすね。これあの俺の好感度を上げるためにこの YouTube をやってるような。いや、もうめちゃくちゃいい人っす、島山さんは。いや、嬉しいな。そのフレーズだけ3回ぐらい ループするかもしれないけど。フィッシュス、フィッシュス、フィッシュス、しまいました。うまい。
うですね。またさっきとは違った。うん、今店長がね、儀式を、はい、取り行ってる。あ、そうなんですか。行きます。はい。何ですかこれ？胡椒。胡椒です。こんな感じで。すごい。嘘でしょぐらいですね。嘘なんです。いやいやいや。このぐらいでちょうどいいね。マジでこれちょっと食ってみて。食べていいですか？これ混ぜるんですか？混ぜる。はい、混ぜて。かけ冷麺っていうだけあっても。肉がちょろっと入ってるだけで、あとはないわけ、うん、そんな胡椒入れるのって思うじゃん。うまっ。うまいでしょ。めちゃくちゃうまいです。これはね、あれいつ3時4時までやってんだよね。そうです、サンジラさんのオーダーの4時まで。だからもうこれを食べに来るし、そうそうそうですね。そう、締めで来るし、あとでアウェーのサポーターの人とかでもし泊まる人とかいるんだったら、はい、ぜひここでまあね、いわゆる、ね、よく雑誌とかで見る冷麺とはちょっとスタイルは違うけど、ね、明らかにうまいから、うん、なんかほんのり胡椒あんなにかけたのに、そうなの、ほんのり胡椒の風味がっていう、これドーナツね。あ、うまい。さあ、というわけでありがとうございました。2軒付き合っていただきまして、はい、いや、どっちも美味しかったです。はい、よかったよかった。これはね、月間の MVP の、はい、なんかプライズというか。ありがとうございます。さあ、今週末はホームセンです。はい、連勝だね。そうですね、まだ練習ないです。ないよね。はい、練習しよう。練習して、まあ、この前のね、福島の試合もサポーターすげえ来てて、ちょっとびっくりしたもん。いや、本当にホームだったもんね。それぐらいでしたもんね。嬉しかったですね。やっぱりああいうの力になる。なります、なります。あ、ね、これ聞いてもみんな涙して喜んでると思うから。じゃあ、週末また大きな声出しますんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと強しひいきでいきそうだな。頑張ります。ありがとうございました。バイバイで終わるのって初めてだった。